キングプリンス平野の仕様、実家のおせちが、カオスすぎ、アズノコタラ、スデモンキ、ウロアメ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系内で放送されている暮らしにまつわる悩みを解決するコーナー、解決。キングプリンス。 1>, 1月5日の放送会には平野市用が登場し、残ったおせちの料理に関する悩みを解決した。新年2発目の放送ということで、平野は初夢に出てくると演技が良いとされる一富士、二鷹、三ナスに顔だけ合成されて、めでたい平野さん連発、として登場。袴を着ている写真に顔だけ合成された姿で、新年明けましておめでとうございます。 と挨拶していた。そんな平野は、今回お設置のリメイク料理に挑戦。数の子と黒豆が大好きだという平野だが、平野家でも黒豆が大ブームで、毎回お正月はボール、いっぱい、で出てくるぐらい黒豆一家だった、とエピソードを明かし、VTR を見ていたスタジオは大爆笑。 早速、おせち料理ワーストさんの食材でリメイクすることなると、ワーストに数の子が入っていると知った平野は、えつ。いや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 、嘘でしょ。あまりんないあまりんないあまりんない、ないと驚愕。平野家で数の子出たらもうこんなの素でもんです。よ、と素手で奪い合う勢いだと明かし再びスタジオは爆笑に包まれていた。 そして、平野のアイデアで、数の子を細かく刻み、卵と炒めて平野流、数の子スクランブルウェッグを作ったのだが、一口食べると、うおから、濃厚な生臭いの食べるみたい、と激沈。そこでスタッフから、数の子和風パスタを教えてもらうことになると、いやいや絶対ダメでしょ、温めたら、ダイナマイトに火をつけているようなもんですから、と、数の子に火を通すと生臭くなると拒否。 しかし、教えてもらったのは、数の子には火を通さず、パスタに絡めるだけの簡単レシピ。これには平野も、いい感じにマッチしてる。120点。と大満足だった。とはいえ、だいぶショック。今まで信じて美味しいと思ってきたものが、世間からこれは違うって言われた。と、数の子のワースト入りにはショックを受けていた。 その後は人気ワースト1位のナマスに卵やしめじを加えて3月とスープにリメイク。ちなみに平野は椎茸が一番嫌いだそうで香りと裏のひだが苦手で傘が開いていているのも嫌いなんだとか。一方のしめじは脇が閉じているので許すと認めていた。最後は昆布巻きを炊き込みご飯にリメイクすることになるも平野は駆け込みご飯と勘違い。 炊いている間に昆布巻きナムルも作り、すごく美味しい、と大絶賛したが、作り方を覚えとけばよかった、とつぶやき、スタッフに、こんだけやってるのに覚えてないと驚かれていた。この放送に、ファンからは、平野かでは、数の子すででどういうこと、朝から笑った、黒豆でも数の子にでも転生して、平野家の正月に参戦したいわ。 平野化の正月カオスすぎる。などの声が集まっていた。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。